最後に民話の本ができるまでのお話をちょこっとしたいと思います。最初に紹介した民話の本のうち、一昨年2月にできた大里の地底話という本についてちょっと紹介します。この本を作るために地域のお年寄りからお話を聞く調査を始めました。始めたのは1983年、今からだいたい40年前になります。 六名の調査員で、四十三名の地域のお年寄りからお話を聞きました。その結果、四百六十七話のお話を聞くことができ、でそのうちの七十八話が「大里の地底話」という本に載っています。でお話を聞くときは、カセットテープにえっと録音をしました。 このの写真の左側ですね録音は今はスマートフォンとか携帯電話のボイスメモの録音機能ですぐにできますが当時もう40年前はそういう機械はないのでカセットテープを使用していましたでお話を聞いた後はこの写真の右側ですね原稿用紙に手書きでまとめていきますでお話をまとめた後に ちょっと見えにくいんですけど、ね、イラスト、挿絵もつけて「大里の地底話という本を完成させましたでこれらの、えっとまあ、南城市に関する民話の本は学校の図書館にも置かれていますのでぜひ読んでみてください,、はい。それでは駆け足でしたが今日はあの最後までお話し聞いてくれてありがとうございました。